はい、皆さんこんばんは。続いてます、カルカシのレクチャーですね。今日は49ページ、今回は49ページに入ります。やっと異端調ですね、に入っていきます。今までその長調ですね、破長調から始まって補長調まで行って、それから平長調に入りましたよね。で、平長調からこのままフラット経営に進むかと思ったら、カルカシさんは、進まないで、異端調に入りました。いよいよこの第一部、だいぶ終盤に差し掛かりましたね。この今回のカルカシのギター講座は、ある生徒によって依頼されてですね、一生懸命今作ってるわけですけれど、だいぶ終盤に差し掛かりました。で、今回は異端調になりますね。で、異端調、端調ですね。今までずっと長調だったんですけど、ここでやっと端調が出てくるんですけれど、長調の時と比べると端調はですね、少し、複雑になってくるんですね。なぜかというと、単調の場合は、音階がですね、3種類になるんですね。で、何も調合がついてない、自然的単音階っていう、上項も下項も何も、調合がついてないですね。自然的単音階。それから、和声的単音階。異端調でしたらそのシャープですね。で、これ上項音階、下項音階にもそのシャープがつくんですね。これ和声的単音階。それから今度は旋律的単音階。で、旋律的単音階というのは、上項の時に、ファと、異端調の場合ですよ。ファとソが、シャープになる。で、今度は下項になる時には元に戻るんですね。これが、旋律的単音階で、当然その音階上に、和音が作られますので、そうすると3種類の和音が出来上がるんですね。ですから、非常に複雑になってくるということですけれど、異端調のまずスケールですね。ここから説明しましょう。49ページスケール、これは旋律的単音階です。上項の時にはファとソがシャープになって、下がる時にはナチュラルに戻るということですね。ちょっと弾いてみましょう。かというと、まずラシドレミファのシャープとソですね。で、技術的には上がっていくときには以前と同様にこう離さないということですね。ここも離さない、ミファソミファですね、ソラで、ここまでが第一ポジションです。ドレミまでが、で、ここで第2ポジションに移ります。ファのシャープの時に親指を動かして第2ポジションに移ってファソラときます。この時も指を離さないように、これですね。それから戻る時に、今度は第1ポジションに、そのナチュラルに戻るんですね。第1ポジションに戻って、あとはここはそのシャープ、からまた上降をしますので、そのシャープということですね。これが、旋律的単、異端調の旋律的単音階。それから、次は、和音ですね。カデンツァ、まず Am、 それからこれは Dm の6の和音です。で、
Am 手話音の第二展開形から属七に移って手話音で終わり。これは全く一緒です、以前と蝶々の場合と一緒ですね。ちょっと弾きますと、ここはちょっと小音したいですね。ここも小音したいですね。この6弦が残ってますので、親指の背中でということですね。それでメロディーはソプラノです。それからアルトはノシノレノ、これがアルトですね。それからテナラソラ、テナも美しいです。それからバスがラレミ、バス、どの、セーブを取り出しても美しいですね。次のヘルシー州いきましょう、まず弾いてみましょうかね。ここで切れますね。ここで切れる、ここで切れる、でここで方向転換で Am、 もう一回弾いてみましょうか。それからプレリュード前奏ですね、これも非常に綺麗な、アルペジオです、ちょっと弾いてみましょう。まず先に弾いてみましょうかね。とても美しいです、で、まあ、和音のことをちょっと説明しますと、まず Am 手話音ですね。でここはですね、平行調のファラドの和音ですね。これはファラドの和音ですから、まあAm の親戚みたいな、まあ代理和音というんですけど、で次のDm の6です。それから E7 コード、あ、ここ私先ほど間違えましたね。ここは00ですね、ごめんなさい、00ですね。それから Am、 それから G7、 これは、次の波長調に転調ですね。それから E7
ちょっと私ここの2小節目を1回目間違えました。ごめんなさい。もう1回ちょっと弾いておきますね。できればですね、低音と混ざる場合にできるだけ小音してください。で、この曲、まあ、このプレリュードはですね、どこの声部をとっても綺麗です、上のメロディーをとっても綺麗ですし、もちろんベースですね、これベースなんですけど、とても綺麗です、どの声部でも描き出せれるようにですね、単なるそのアルペジオの練習じゃなくて音楽的に美しく演奏できるようにしてください。はい、今回は異端調でした。終わりにします。